ということでですね、始まりました第一のお時間ということでですね、最近毛量がねすっごい増えるんですよね。すぐ2週間ぐらい髪切んなかったらもうバーン伸びて、男性ホルモン受診中ということでですね、ちょっとね髪の毛伸びない方法とかねえのかなと考えてたりしてるんですけど、逆に伸ばしてみようかなと思ってですね、ちょっとこいつに今日は力を借りたいと思いましてですね、バン、こちらエアングカルキビー、男たちを立ち上がれというですね、これね海藻マックスぬるぬる塩味って書いてあるんだけど、ビワエキスパウダー、昆布、わかめ、ひじき、酒エキス、これ全部ね髪伸びるよ、髪伸びますよっていうあれ名刺らしいですよ。でもこの焼きそばスカルプディ味まだ一回も食べたことないんだけど、ちょっとねこれいってやろうかなと思って、これただ食べるだけじゃ面白くないから今日は食えないけど、早さだったら結構早いわけよ昔から。だからちょっともう早く食ってみようかなと思って、早く食った場合早く分解されて早くまた髪伸びるんじゃないかなっていう、まあいいや、とりあえずねちょっとこれねお湯入れて早速食べてみたいと思う。みんないける？食べてみる？よっしゃー、それでは一緒に行きましょう、レッツエンド挑戦。開ける時は大体開ける時は大丈夫、焼きそばだったらペヤングが一番美味しくない？うん、わかめかな、ほぼわかめ。じゃあ、かけ入れていきたいと思います。あ、すごい、見て見て魚。じゃあちょっとお湯入れてくるから待ってみ、待ってろ。びっくりしたなんか虫みたいなの入ってる。うん、虫、はい、出たよ、はい、キュンジュリーン。じゃあこのソースね、こういうのあんま言いたくないけど、すっごいのがいっぱいなの。1時間ぐらい前にあのスシロー行ってるんで自分。うわっ、ちょっと奥さん、奥さん、なんかね混ぜれば混ぜるほどねネバネバ粘り気があるのよ、粘り気。じゃあスカルプディわかめラーメンタイムアタック、よーいドン。味はね、味はね、海の家で食べる焼きそばみたいな感じ。海藻がすごい。ただこれ食べ、うわー、おいしい、濃厚。うん、これ思ったキンキンキン。はい、ということでスカルプディ食いました。味は美味しい、見た目だよね、買うまでがちょっとねみんな抵抗あると思うんだけど、まあ美味しいです。美味しいは美味しいんだけどね、うん、こんなわっかめいらんわ。この中今すごいよ、海藻さんで、海藻さんでいっぱいですね。みんなやこっち。ああ、マスク行く予定だった。おやすみー。